どうもです。今回の動画は淀川花火大会を見に来たという話です。今日はね、去年と違ってちゃんと時間前に到着してね、45分前だったかな。で、並んでね、で、いい席は取れたかな、どうかななんですけれども、まあ一番後ろの特等席は取れませんでした。何時間前から並んでたんでしょうね、皆さんね。私は45分前で、あそこら辺なんですけども。わかるかな？今ね、4時半です。開始まで5、6、7、あと3時間ちょっとあります。すごい待たなきゃいけないんですけれども、頑張って暑い中待とうと思います。今ね、歩いてたらね、 YouTuber さんに会いました。ただその人顔出し NG なんで、はい、録画は止めてお話ししました。私チャンネル登録している方なんですけれども、とても参考になるというか、はい、いい動画を作る、YouTuber さんです。ただいまの時刻17時26分なんですけれども、今までね YouTube を見て暇つぶししてたんですけれども、電波が入らなくなっちゃった。仕方ないんで 6D Mark II でタイムラプスでも撮ってみようかな。18時半です。結構混んできたね。ただいま18時58分です。席ちょっと移動しました。係員が前の方でちょっと上の方に行ってくださいってみんなにね言ってたんでね。みんな一斉に移動しました。ただいま19時28分です。もうそろそろ開始かな。それでは間もなくカウントダウン参ります。いきますよ、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
Thank you.
第31回なにわ淀川花火大会、皆様いかがでしたでしょうか。すごい迫力でしたね。いかがでしたでしょうか。今年もすごい花火でしたね。私ね、感動しちゃってね、ちょっとね泣けちゃったんだよね。本当すごかったです。来年も来ようかな。じゃあ終わります。今回の動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。ということで今回は以上です。バイバイ。あ、そっか、最後に写真をお見せします。